次行っていいかな。はい、じゃあ進みますよ。15ペ、もうここまで来てるぞ、うん、呪いの三教の一人崇徳天皇、うん、その後平の清盛公が出てきて平家の勢力が盛り返した、うん、平の清盛公は桓武天皇の執事であるであり、桓武天皇の家系の力を取り戻すことに成功した、うん、それにより創造主が望む正しき道に進むかに見えたが、うん、そうはならなかったのですと。白川上皇が自分の息子の奥さんを、まあこの辺がちょっとね、まだ、うんうん、定かじゃないか、その前後がね、まあ、そうね、うん、まあその辺はちょっとね、あれもうちょっと調べてから調べましょうかね。まあ、ちょっと訳してみますよ。平の清盛の娘が安徳天皇であった。そう、うん、それで、崇徳天皇が骨肉の争い、うん、醜い争いに巻き込まれた、うんうん、これはいいよね、うん、その理由は、白川上皇が自分の息子の奥さんとの間に生まれた子供であった。これややこしいんですよね、ここはね、うん、これもうちょっと詳しく調べたから、ね、はっきりしてくださいと、うんうん、まあ、はい、要するにそういうちょっと複雑な状況があって、いいあれはなかったんだから、要するに骨肉の、まあ、争いですわな、そうごたごたしたね。まあ、そしてこの、まあ、その時の天皇が崇徳天皇を煩わしいと考えていたので、うん、四国香川県の今の善通寺市に左遷したんですね、うんうん、その時の天皇が病気で死期が近づいた時に崇徳天皇って、まあ、後に崇徳天皇という名前をつけたから、うん、まあ、自分の父親である、ね、天皇がその今ちょっと病気で式が近づいていたんで、崇徳天皇がちょっとお見舞いに行こうとしたんですね、香川県のその善通寺市から。だけど断られたんですね。その時の天皇の息子っていうのがいて、それは断ったんですね、来るなと、見舞いには行けなかったんですね、崇徳天皇は。そして崇徳天皇はあまり、まあその後ですね、あまりいい死に方をしなかったのであるという、まあ、要は骨肉のね争いに巻き込まれて、まあ、左遷されちゃったと、まあ、いうのが崇徳天皇ですね。ここどう、まあ、その辺はちょっとね、うん、ぐじゃぐじゃしてるからちょっともっと詳しくしない調べないと、うん、実質のやつ照らし合わせるにはちょっともうちょっと弱いところがあるから、ただその骨肉の戦いで大変なことになったってことで、実は そうですね、その時に同時進行するようにその平の清盛公の力も落ちてったってことです、うん、だから平の清盛公のことも言えば、その平の清盛公は優秀ですごく、うん、できる人だったけど、うん、それについてくる、うん、なんか自分が見せられた、これはあくまでビジョンなんですけど、はい、光のメッセージ、光のためのメッセージを受けた人は優秀であっても、周りの人が足を引っ張るときなんだ、うん、で周りの人が枠影響を与えて、うん、それがちゃんと なし得ない事実が起こることがある。それの一つの例が平の清盛公のことなんですよ。あれがうまくいかなかったのは、うん、そのついてくる人が民衆の、うん、そのなんていうのかな、うん、誤解を生むような、うん、ことをしちゃったってことなんですね。それと同時にね、うん、これ書いてあるかどうかは分かんないけど、うんうん、その当時に疫病っていうかその病気が、まあ熱病かなんかが発生して、うんうん、軍のある力が弱まるんですわ、うん、そこで、うん、戦争になって負けちゃうと、うん、それね、ちょっとこうターニングポイントこう、うん、ね、ターニングポイント、これは何ターニングポイントかっていうと、いつの時代も文明が滅ぶときはまず病気から始まるんだと、うん、それによって経済が破綻する、うん、ね、その後何起こるかったら戦争が、あ、そういうことですね、だから流れがある、この流れは一種の自分らに対しての戒め、今の戒めだね、現在に対しての戒めかもしれない、ね、骨肉の戦いっていうのは信頼してた者たちが裏切るよってことです。そういうものがこういう歴史じゃないけど、うん、言い伝えの中に隠されてるんですよ、うん、
次は義経弁慶の話、ね、そうそうそう、その安徳天皇と義経の接点ですよね。そうね、うん、じゃあ行く。はい、源の義経は弁慶と東北の地に向かい、安徳天皇に餓したという、まあ、込み出しで、その間に着々と平の清盛公の娘である安徳天皇を逃がす段取りができていた。平家と源氏の戦いがあり、その場で源の義経は幼い安徳天皇に会った。その時義経は幼い安徳天皇を殺害しようとしていたが、幼い安徳天皇は平の清盛公から預かっている巻物、ね、これを義経に手渡した。義経が巻物を読むと、そこにはこの世界の未来の計画が書かれていた。その巻物には、その計画を実施するには桓武天皇の血筋を絶やしてはいけないと書かれていた。その内容を理解した義経は幼い安徳天皇を預かり逃がすことにしたのです。義経は天狗に剣術を習った、この天狗とは平家の武士だったのでしょう。義経は平家の人の影響を受けている人で、将来は平家と源氏が和解して、良い未来を迎えるために送られた使者なのです。源氏側がそのことに気づいて、義経は追われることになり、弁慶と一緒に幼い安徳天皇を連れて、千葉氏の導きにより千葉氏の息がかかる東北の地に逃げるのです、もうちょっと行く。チンギスさん、チンギスさんまで行きますか。行きますか。義経と弁慶は北海道に渡り、弁慶はチンギスハーンになった、そこで平家の平の清盛は、公は戦争に負けたのではなく、実は疫病が流行ったのです。その先ですね。疫病によって兵が弱っている時に攻撃され負け戦となった。戦いの前には必ずこういうような流行り病、疫病、この後に大規模な争いがあって文明は滅ぶという神々のメッセージが込められている。そこで義経は安徳天皇を連れて旅をして、十和田郡の辺にお世話になるのです。その時に山賊を蹴散らして、山賊がいなくなり穏やかな土地になっていったのです。十和田湖の近隣の偉い村には北進信仰の十字架があります。この十字架の横に墓が2つあります。この意味は平家の人が2人来たということを示しており、1人は薩摩姫、1人は安徳天皇です。そして義経と弁慶は北海道の江差の地に渡るわけです、あれは例の江差のお祭りがあったそうですよ、江差に着いた時、弁慶は戦いの野心があって、義経にまた一緒に行きましょうと言った時、義経は実は女性であったのですよね、これ以上の戦いは望まないと義経が言って、この地で静かに死にたいと言って江差の地に義経は残ったのです、一方弁慶は海を渡ってチンギスハーンになったのです、義経は光の民の導きによって江差の地を導くことを決め、このその地で光の民や竜神と通信できるウバ、ウバというのはまあお年寄りのおばさんですね、ウバとなり、光の民にの導きによってこの町江差はニシンの豊漁で賑わうことになったのです。この江差に伝わる乳母神伝説の乳母は実は源の義経であったのです。これで江差のねお祭りとつながったよね、そう例のだけど巧妙的な見解で完璧につながっちゃったと。そうトンチね、その行った場所の空気、いろんなものを組み重ねてパズルを組み立てて詩にして歌にして文章にする、 それをトンチで取ってつなぐとこういう文章ができちゃうんですよ。っていうかもう完璧につながってるよ、これが究極のバカラ。伝説だって義経とか弁慶の岩もあって伝説あるからね、あそこに、まあ、ちょっと